はい2020年12月5日に開催しましたお悩み相談ライブウェブセミナーですでここでね独学なんですけども、はい、市販の本で勉強してもなかなか理解できず挫折してしまうこれはねそうなんですよ独学には限界があるんですよ私経験しましたからねで理由は簡単で独学っていう時本とかネット見ますよね で本とかネットにはいろんなことが書かれてあるんだけど、ねでまず第一に、ねそのすべてが書かれてあるとは限らないんですよ。でもう一つもっと言えば、ね正しいかどうか、ね正しいとは限らないし、なおかつ十分ではないんですよ。そこには書かれてある知識は。だから正しくない、不十分な知識を元にですね、皆さんそれいくら勉強してもね無理ですと。逆に言えばね。で 独学を始める人、独学やってる人って大抵小学者なんですよ。学び始めてね、いわゆるまあ情,報情報弱者と言ってもいいです。そういう人がこういうのを判断する能力ないです。ないです。備わってないです。ね。だからそういう人が一生懸命ネットや本に書かれてることを暗記したり、それをこう使おうと思って、もうなかなかうまくいかないっていうのは当たり前なんですよ。 なぜかというと必ずしも正確かず十分な情報ではないからです。受験と違う、受験参考書は大体みんなね、その大学の入学試験で出る内容を全てカバーしてます。いわゆるコンプリートです。十分です。十分かつ正しい情報が受験参考書にあるんですけど、この占いに限らず、まあ、世の中っていうのはそうですよね。十分かつ正確な情報が必ずしもあの本に書かれてないし、ネットにもないです。だから、 で私はラオン先生やある一部の信頼できる人が書いた本しか読まないですね、今はね。昔はいろんな本読んでました。特にアメリカ人が書いた本は分かりやすいんで、えー、なぜかとい言うと同じレベルだからね。<laughs> いわゆるそのしろ、いわゆる素人が書いた本って素人にとって分かりやすいんですよね。だから読むんだけど、でも、それはでも読んでいて分かるんですが、素人で終わりなんですよね。 書いてあることはね別な本を読んだことがありますがホロスコープの出所が怪しくて大丈夫ああそれですねまあ昔と違って今誰でも本を書けるしで特にインド先生と占い関係の本ははっきり言って使えないのが多いですねうんでなぜかというとやっぱりあのマーケティングですね書いてる本を書いている理由がマーケティングですねえ何か先生について有用な情報を持っていてそれを皆さんにお教えしようっていうんじゃなくて まあお客さんを集めたいっていうんで書いてる人がほとんどなので、えー、だからまあいわゆるマーケティングですねマーケティングを目的に書いてるんで、えー、と読むに値する本はまああんまりないですね、はい、だから独学っていうのはそういうマーケティングにとってのカモになっちゃうわけですよねちょっと厳しい言葉で言うとねはい あとね、えっと、私の生徒さんだと思うんですけども、ネットなどで他の流派の様々なインド先生者が、えぇ、ー、主雑多な情報や見方を公開していると。そういった様々な情報に知らず知らず、目が行ってしまうと。<laughs> ラオ先生や、まあ僕の授業を受けてるんだけど、脇目を振らずに集中して学んだ方が良い,いのかというと、まあだから自分でね、 情報の正しさを判断できるようになったら何やってもいいんだけどいわゆるその子供もたちにとって有害な図書っていうのがあるでしょ有害図書って指定されてるじゃなぜかって言われたら子供が判断できないからですよね子供が判断できないから大人がまあ有害図書っていうのを指定して子供の目に触れないようにまあ気を使うのと同じように先生についてもそれはあるかもねええ。 見るなとは言わないけども、自分の判断力が身につくまで、情報、いわゆるその情報、上知紙リテラシーを、まあ、ある程度上げて、自分の力で、自分の独自の力で、よしあしは判断できる、検証できる、そういうレベルまでいったら、何見てもいいけど、僕そういうレベルになったらね、おそらく見なくなると思う。<laughs> 見なくなると思う。うん。 逆にそういうレベルになかなかなれないからいろいろ焦っていろんなものに手出すんだよね、うん。まあだからまあそこもパラドックスなんですけど、えー、まあだからまあまあよくある話かなと。だただ僕からのまああの言葉は判断できるレベルになるまではまああまり四隅しない方がいいよと。私はねよくねラオ先生にねあ「今日こういう本買ってきたんですけどどうですか?」って言ったらねいつもねいつもなんて言われてたと思う。 ウェイストブタイムって言われてたんですね。ね時間の無駄って <laughs> 言われてましたね。はい、最初そのよく分からなくてよく分からないからいろんな本をこう開いてみてねで何か自分のその迷ってるうちはじゃあこれが自分のその役に立つんではないかと思っていろいろいわゆる少量するわけですね渡り歩くジプシーねジプシーするわけですよね。 でだけど、それ迷ってるうちは、なかなかね、えっ、ー、と、目的地につかないです。で、目的地にある程度近づいてくるとですね、逆に迷わなくなります。迷っているっていうのは、まだちょっと集中が足りないんだよね。はい。で、集中ができてくると、まあ、近づい、目的に近づいていくし、近づいていくと、まあ、迷わなくなるね。逆にね。むしろ。うん。迷ってるうちは、まあ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 、まあ、まあ、まだかなと。集中できてないなっていうことですね。 はい。独学についてはそうですね。だから、まあ、独学についてはですね、えっ、ー、と、世の中に溢れてる情報を疑えと、信じるなっていうことですね。はい。で、あのよ結構ね、あの、勉強が得意な人に多いのね、この独学ってね。あ、まあ、どまあ、学習能力が高いっていうのもあるし、えー、だから人に頼らなくても自分で勉強できるっていう、そういう、いわゆる、勉強慣れしてる人に多いんですけど、 だけど、受験と違ってね、受験の参考書っていうのはね、えっと、正確で、なおかつコンプリートですけどね、完全でコンプリートですけど、先生図の本はむしろその逆ですから、ね、<laughs> インコンプリートで、あと、インコレクトですからね、不正確、なおかつ不十分ですからね、で、それで勉強が済むわけがないです。はい。一応それだけ言っておきます。